ご機嫌いかがですか？シンガーソングライターの関口ゆきです。お家で弾き語り、遊びにいらしてくださってどうもありがとうございます。今日はですね、日光三部作をお届けしようと思っております。私、栃木県は日光観光大使を務めておるんですけれども、日光を舞台にした曲ですと、例えば小田代ヶ原という湿原にございます、一本の白樺の木を題材とした貴婦人という曲ですとか、それから平家落人の里、そして温泉でも知られる湯西川という曲、そして足尾に緑を育てる会の応援歌にもしていただいております備前立山、そして日光ライフイズマジックなどですね、いろいろと、曲を作らせていただいてるんですけれども、今日お届けする三部作はですね、光彩、霧降りの秋、孤高の ブナ、この3曲でございます。こちらすべてですね、毎週月曜夜8時30分、レディオベリーで放送中、関口ゆきのいちご通り十文字、という番組の中で、リスナー様からキーワード頂戴して私が曲を、発表いたします。私が曲を作ります。月刊歌うたというコーナーから誕生してるんですね。まずは「交際」という曲ですが、こちらは番組の中では、コーナーの中では千手ヶ浜から過去仮という状態で、ワンコーラスだけ披露したんですけれども、フルコーラス完成させまして、今日お届けしたいと思っております。メッセージくださった方の、以前お付き合いしていた方、その彼との楽しかった思い出というものをメッセージでいただきました。キーワードとして、お二人ともね、花ですとか自然、そういったものの写真を撮ることが、ご趣味でいらっしゃって、例えば中禅寺湖の西の端にございます千手ヶ浜のクリンソーを撮りに行ったりだとか、霧降高原の日光キスゲ、それを撮影しに行ったりと、とても、楽しかった思い出がありますと、大切なエピソードを頂戴して作った曲でございます。そして霧降の秋、こちらですね、秋風、そして風紋という2つのキーワードを頂戴して作った曲なんですね。で、この2つのワードを見た時に、私の頭の中、そして心にですね、霧降高原の六方沢の六方沢橋から見下ろした、景色がですね、ふっと浮かびまして、六方沢橋、標高1434メートルで合ってたかしら、にあります。320メートル、全長320メートルの橋なんですけれども、そこから自分の心に飛び込んできた景色、それがですね、再び蘇って、曲に結びついたということなんですけれどもね。そして孤高のブナ、こちらは足尾、日光足尾地区の中倉山という山に立っている一本のブナの木、こちらをね、題材に書いた曲なんですね。足尾の山といえば、明治の頃から発生をした、足尾銅山鉱毒事件、製錬所から出される煙、そして鉱毒ガスといったもので、足尾の山は、大変広く荒廃してしまったわけなんですけれども、今はね、多くの方の、努力、植樹活動などによって少しずつ緑は蘇ってきておりますが、当時ですね、周辺の木々が次々と消失していく中で、一本だけそのブナの木がなぜかポツンと今も立っている、生き残っていると。そしてそれが、その木だけがなぜ残ったのかということは、まだ解明されてないというような記事も拝見いたしましたけれども、孤高のブナとね、呼ばれて、多くの方に愛されているブナの木でもあるそうです。いつか私も必ず見に行きたいと思っているんですが、そのブナの木が、見つめてきたであろう当時の繁栄、そして今に至るまでの風景というものを思いながら、私なりに作った曲が、孤高の ブナ でございます。日光三部作、どうぞお楽しみください。
し島に色づく千住ヶ浜訪れては下がってゆく静か
あなたも願ったの
に強く立ち続けたの。天に枝広げ凛と、あさりし日の声に耳を傾ける。静かな鳥のさえずりは誰かの祈りでしょうか。渡良瀬の流れに希望を乗せて、いつの日か再び輝けとあなたも願ったのを。いかがでしたでしょうか。それではまた元気でお目にかかりましょうね。チャンネル登録もどうぞよろしくお願い申し上げます。そしてレディオベリー関口ゆきの一画通り尋問寺月刊歌のキーワードのご応募を心よりお待ち申し上げております。それではごきげんよう。関口ゆきでした。